い、ということで久しぶりのパッキング一泊二日の国内旅行やってきます。ふーちゃんのモコモコパジャマで、私もクリスマスっぽいワンピースで、夜ディナー行くときにこのジャガードの白いワンピース、お友達のネブランドで可愛いで、ふーちゃんはクリスマスっぽい、ふーちゃんだけ赤で際立たせようかなと思って、あとはここの部屋着。今日は12月16日なんですけど、めっちゃ暑い。22度だって。暑っ。入ってますね。あるよ先生。バッテリー類ですね。こちらはスリコの購入品で紹介したバッテリーケースにいろいろ充電器類を詰めております。これがインナーとか靴下とか、この巾着すごい使いやすくてめっちゃ使ってるよね。これ視聴者さんがそうくれたの、シホジュンウルアって、これはシホアイマスク、パパの小型のヒゲ処理、これやばいよ、これめっちゃいいよね。これシンガポールのダイソーで買ったのかな。ちょっとやるだけでもリフトアップされるから、めっちゃいい。クリップよしで、最近のお気に入りのアイハーブで購入できるアドバンスドクリニカルズのマヌカハニーのクリーム、私自身マヌカハニーハマってるので気になって使ってみてるんだけど、めっちゃふわふわになる肌がね。そうだね、食べるだけには収まらず、ついには体にも使う、体にも使ってる匂いもいいよね。そうそう、匂いもいいの。家族みんなで使ってるから、これを持ってきます。入れてください。ずっとね使ってるクレイツのコテにもなってストレートアイロンにもなってる 2way タイプがやっぱり旅行の時は重宝するので、こちらを行かせていただきます。話変わるけど、午前中は朝からパパは友達と会ってて、私とウータンは映画見に行ってゲームセンター行ってランチして入ってきたところです。まさかのランチしてた場所がめっちゃ近かった。帰りわざわざ手振りに来てる。そう、パパがテラスで食べてるっていうからパパのご飯屋さんわざわざ通って帰ったで、こちらにはいろいろスキンケア入れてるんですけど、パパがサウナ用に愛用してるポンプ式になってるシャンプーリンス、最高よこれ。お家のシャンプーリンスそのまま持っていけるから便利。あとはヘアゴムとか美容液とか、これもアイハーブで購入できるティーツリーオイル、こちらも結構話題になってるアイテムなんだけど、毛穴とかニキビ肌に悩まれてる方におすすめ。こちらも一日も欠かせられないので持ってきます。私今ねすごい肌荒れちゃってるんだけど、これ使って成長しそうな吹き出物あるじゃん、それがなんかどん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 ちっちゃくなってってんの。そう、すごいびっくりした。で、あとこれもアドバンスドクリニカルズのダークスポットコレクターっていうアイテムです。こういうオーガニックアイテムとか環境に配慮されたものとか SDGs に配慮されたスキンケアが欲しい時はアイハーブで買ってます。そしてこちらのリュックには鏡とか日焼け止めとかウェットティッシュとか、あとはコスメポーチ、このまま持ってきます。あとはパソコンと iPad で、サイドポケットに写真用のカメラ落ちたら怖いのでナスカンにつけてます。でこっちのポケットには携帯で写真めっちゃ撮るからモバイルバッテリーで、何かとあった方が便利なのでエコバッグ持ってきます。パッキングはこんな感じ。これ見た？めっちゃ可愛い。見てな。いやなに、家族の役割書かれてるの。そう、めっちゃ可愛い。食器を運ぶお母さん、食器を並べるお父さんとお母さん、机を拭く私、朝ごはんを作るお母さんとお父さん、ご飯を盛り付ける私とお母さん、食器を片付けるお母さん、食器を洗うお父さん、リビングの掃除お父さんと私とお母さん、トイレ掃除お父さん洗濯物を干すお母さんとお父さん、洗濯畳むお母さんと私、ベッドのお世話お母さんと私、ゴミ捨てに行くお父さんと私。すごーすごくない？でもこういうので学校でさ、先生がチェックするわけでしょ。これどういう家庭か、恥ずかしい。ありがとうって言い合ってる、かわいい掃除をしたお手伝いした感想とか、包丁を切ることが大変でした、長い時間までトイレ掃除やるのが大変、ペットのご飯のお世話をやってみたいです。でさっきもやったね、ウータンね、メールのご飯あげてくれるのね、最近。置いとこう、これは。はい、ということで私の手持ちのバッグはこのショルダーバッグで大丈夫。閉じまりしてよ。うん、閉じまり閉じまり。ウルちゃん履いてる。あれ、そこで寝てたの？ウル、え、寝てたの？ちょっと待って、なんか静かだ。どういうこと？さっきから眠い眠いって言ってたんだけど、遊んでるうちに寝ちゃってましたこんなとこで。眠い眠いって言ってたもんね。車で寝な、昼寝するの珍しいね、あなた最近はあの土日バレエの発表会があったりとか、習い事が結構忙しくって、あんまり土日にゆっくりすることがなかったので、今日は久しぶりにゆっくりと満喫していきたいと思います。行ってきます。地球のさ、海のこの真っ直ぐな水平線が、あ、海のあそこの奥もの
で深そうじゃない？深そうかな。朝綺麗なんじゃない？確かに。ということで着きました。広いよ、うん、じゃあまず自己紹介したいと思います、うん、うちのベッドルームにはテレビがついています。うん、うん、やっとメイクしました。パパは今ねサウナに行ってます。で7時からレストランでご飯なので、それまで今日アップする動画のサムネを作ってます。パパだ。何このはい。もう脱衣所が暑すぎて化粧水すら何もできなくなった。早くしないと乾燥する。うん、ちょっと独特な匂いする。本当だけど、口コミ通りめっちゃいい。なんかオイルって感じの匂いなの。オイルって感じ。あと30分でまあちょっとお着替えしようかな。ワンピース、うるちゃんワンピース着替えよ。赤に赤のリボン、かわいいわ。クリスマスっぽい。こだわりがまた、こだわりが出始めちゃって。時間ないのに。ちょっと一回耳かけて、ここにすればいいんじゃない？あ、いいんじゃない。よし、それで行こう。ね、一緒に行こう。せかさないで。こだわりが強いです。もうちょっと、こうしますと。いやいや、こっちおかしいよ。こだわり人間対こだわり人間。いいじゃん、最後半食べに行くだけ。おお、大人。そうなんだけど。あら、かわいい。どう、どう思うの？かわいいと思う、自分で。何二人なんか揉めてる。ふーちゃんの中でもかわいい。これあります。楽しみだね。久しぶりだね、フレンチ。うわー、濃厚なやつやこれ。はい、乾杯。久しぶり。美味しい。よかった。サンマ。めっちゃ美味しいよね。さすが。ポタージュ。アオリイカだってそれ。うんって感じ。美味しい。うん、これどうパイ？じゃチョコなの？マロンパイじゃないの？違うか。違うか。美味しい。おお。お風呂入ってきました。温泉気持ちよかった。ミストサウナもありました。今化粧水だけ終わらしまして、ビタミン系の美容液を入れます。おー、なんかすごいね、最近荒れ始めちゃって、なんだかなって感じなんだけど、なんかね、張りはいいの。保湿もすごいされてるし、この前もクリニック行った時に乾燥してる感じはないですねって言われたんだけど、なぜかなんか奥からうんみたいな吹き出物が何個かできちゃって、ここにもねプツってなってたものとかが3つぐらいあったんだけど、この T3 をちゃんとこう塗り込んでいったら肌荒れがスッと落ち着くのが実感できました。これね、肌にめっちゃいいと思う。肌荒れてる時のオイルって使うの抵抗あったんだけど、これはお肌のストレスとかね感じた時に肌を整えてくれる成分があるので、荒れてる時は使ってみてください。ベタッとせずにスーッてなじむ感じのオイル。
アイハーブで買えるんだけど、今日の撮影段階では在庫がなくて、2月10日に再入荷予定だって。アイハーブはね、こう在庫の変動がすごく激しいんですよね。でも、入荷した時にメールを届くように設定できるので、登録しとくといいと思います。で、その後は、ダークスポットスポットコレクターってやつなんだけど、これもすごい良くて、私の欠かせない大好きなビタミン E の成分と、あとヒアルロン酸も入ってるので、紫外線のダメージを感じた時とか、シミ予防ですね。あとはくすみを感じた時とか使うといいですよ。こっくりとしたテクスチャーなんですよ。部分使いかな、これは。こういう色素沈着の部分とかにも私は塗ってます。ちょっとシミが気になるところだけ、ちょんちょんちょんって。これはなんかオーガニックって感じの香り。これは在庫はね、今のところありますね。すぐに効果あるわけじゃないから、こういうのもちょっと使い続けてみて、様子を見ていく。クリームの前に2つ使ってて、浸透したなーって感じたら、最後にクリームで仕上げる。これはめっちゃおすすめだから、買ってみて。コスパもいいし。アイハーブ全体的にコスパいいんだよね。昨日美容室行ったんですけど、いい感じの色味になりました。ちょっと明るくしました。髪の毛も乾燥してるから、ちゃんと保湿しましょうね。前髪くせっけさん。何もやんないとくねくねだし、こういうとことかも生え癖でめっちゃ跳ねちゃう。ふわふわなお肌になれるマヌカハニーのクリーム。これもアドバンスドクリニカルズのやつです。すごい程よい香りでいい感じ。もう乾燥するから一日ね、気づいた時はちゃんとクリームこまめに塗るようにしてます。特にこう肘とか背中とか。なんかほんと保湿されてしっとりするっていうよりかは、ふわふわっていう表現の方が近いかな。この使い心地はすごい良くて、マヌカハニーにハマってたので気になったから買ってみました。ボディクリームによって本当は全然ね、使用感とか塗った後のこの触り心地とか肌感全然変わりますよね。もうボディクリームはしょっちゅう使うからすぐなくなっちゃうんですよ。スパサイズめっちゃいい、使いやすくて。ちなみにこれも在庫がない。まあでも再入荷すると思うのでチェックしてみてください。アイハーブはね、定期便とかもあったり、海外でしか買えないものとかがあったり、そういうの買ったりするの便利ですよね。だからパパはサプリ、あとはプロテインを買ってます。いつもたまにポイントで私も気になったスキンケアで買ったりしてます。という感じで、明日に備えて寝ようかな。ちょっとこの時間から仕事しちゃうからね、今日はゆっくりしよう。なんで笑ってたの？うん、白目向いてたから。眠いもん。おやすみ。おやすみ。ゆりちゃんおやすみ。I love you. I love you. I love you. おやすみ。おやすみ。バイバイしてる。バイバイ。おやすみ。変わるの？朝です。景色がいい。風強いね、なんか。アンティークの素敵な音で、わあ、声が声がはいよー。いつまで寝てるの？あと起きてんの？それ起きてんの？パパ嫌なんだもん。パパ大好きだよけど、おこりん坊ちゃんですね、朝から。ブラちゃん、パパ許してあげて。もう動画撮ってるよ。動画撮ってるからって関係ない。それで、あ、やばって思ってさ、喧嘩治るわけじゃないんだよ。そうだよね。いつもこんな感じでやり取りしてますね。かわいいよ、かわいい。昨日より。はいはいはい。まあ、いいけど、こだわり強めです。はい、行きましょう。はい、行ける。遠回りだよ。めっちゃ時間かかるよ、4階だから。いいよ、いいよ。はい、バイバイ。トゥ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 、いただきましょうか。いただきます。いただきます。ママもいちごちょうだい。いいよ。欲張りさん。ちょっと違うな。ちょっと違う。
菅原です。なんでしょうか。素材の層万葉公園に来ました。行きましょう。こっちはこっちだよ。足もある。寒すぎる。やば。気持ちいいじゃん。好きじゃないってなんて言うんだっけ。めっちゃマイナスイオンだ。冗談やら。ねえ。やめて。分かったか、結構。竹林だね、竹林。あ、そうなの。ここは温泉も入れて食事もあります。めっちゃいいね。うん、めっちゃいい、うん、ここバイクでいいじゃん。日帰りでね。ね、こっちから来たから今度こっち行こう。こっち行ってみよう。神社の方を登っていきましょう。温泉ですね、こちら。ありがとうございましたと。なんて言ったの。みんな健康にいられますように。そのさっきユナが言ったところ。パパちゃんとお揃いの洋服でしたね。まだお腹空いてないのでお昼も食べずにちょっととりあえず帰ります。そうだろう。ちょうどエビが寄るんじゃね。確かに大好きな。やーねー、富士山だ。綺麗、ここからの景色。